おはようございます大輝です本日は中村天風先生シリーズ練習章第4回目になります体のことについて本日もですね前回に引き続きこちら参考にさせていただきながら食事について一緒に学んでみていただけますと嬉しいです 前回はですね、一体どういったものを食べたらいいのかという基本的な、ね、ことをお話しさせていただきました。で、今回は、天風先生が教えてくださる食事についてのお話、この3つのテーマでお話し進めさせていただきます。1つ目はですね、咀嚼、要は噛むことの重要性。そして、2つ目は、 食べる時のタイミング、時刻とどのぐらい食べればいいのかっていう分量、それから補足事項がありますので、こちらをお話しさせていただきます。そして最後、3つ目のテーマは、日々ね、自分がちゃんとこう理想的な食事できてるかどうかってチェックするためのね、チェック項目と具体的な食材、添付先生ね、一例教えてくださっておりますので、そちらご紹介させていただきます。というわけで、本日も最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。 ははいではですねまず1つ目のテーマ「咀嚼の重要性」なんですけれどもどのぐらいよく噛めって言ってるかというと流動物つまり液体のものとかお粥ぐらいのねほとんど噛まなくてもいいよっていうものですらしっかりよく噛みましょうというふうに教えてくださっております。 でこのよく噛まないことによって現代人は胃腸が悪い人が多いんだっていうことなんですよでこの胃腸っていうのはお腹ですよねでこのお腹っていうのは漢方の方では中心の中真ん中の中って書くぐらいでこのお腹やられちゃうとね全体的に活力落ちちゃうよ体ためになっちゃうよなんていうふうに考えられてるんですよねだからまずこのよく噛むっていうことがねお腹を丈夫にする上において 引いては体全体を健康にする上においてすごく大切だよということなんですよね。でそれとさらにねもう一つ現代人っていうのはストレスがやっぱ多い。いろんな時にねこう焦らされる。いつも時間に追われてる。でこういう生活をしてるから余計胃腸が弱い。でなおかつ噛まないってなっちゃうともうこれ大変なことになりますよね。というわけでよく噛みましょう。これね忘れないようにしましょうということですね。 でよく噛まないとどうなるかっていうと一応壊すだけじゃなくて食べ過ぎにつながります。満腹中枢にね刺激がいかずに指令が出ずにまだなんかお腹減ってるなみたいなねそういう状態になっちゃうっていうこと。それから 消化不良をもちろん起こします下痢になったり便秘になったりしてでまた血液が汚れたりというふうになってきますでさらに歯も弱くなっちゃう歯茎も弱くなっちゃうから歯周病なんかを起こしやすくなっちゃいますということですねでやっぱりこう歯がね弱くなってくると胃腸が弱くなってくると いやーこの伊勢うどんって美味しいよねみたいなね伊勢うどんが悪いわけじゃないけどね本当にこう柔らかいものを好むようにだん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 なってくるでまたよく噛まなくていいこの柔らかいものだからもっと胃が弱くなってとかっていう風になっちゃうよ悪循環になっちゃうよということなんですねでよく噛まないとこの私たちのね口の中に備わっている舌というですね大事なこの 期間の働きが妨げられちゃうというか、十分に発揮できずに終わっちゃうっていうことなんですね。で、この下の働きって噛んでる時にね。こういろんなところにこう食べ物を動かすっていうだけじゃなくて。ちゃんと食べ物、これ飲んでいいのか？要は体の中に入れていいのか、そうではないのか？っていうことを味覚で判断してんだっていうことなんですよね。でもそれね。パッと。 口の中に入れてよく噛まずに飲み込んじゃうと本当にこれ体の中に入れていいかどうかっていうのを判断する間もなく飲み込んじゃうでもし腐ってたりとかねあんま良くないものだとしたら本当はよく噛んでるうちにあこれダメだなってなるんですけどその暇がないともうなんか関門があるのにね関所があるのに。 全然チェックせずに、あ、どうぞどうぞ入ってくださいみたいなね。そんな積書はすごく心元ないですよね。そういう状態になっちゃうよということで、結局体壊す原因を作っちゃうということなんですね。で、それからもう一つ、口の中で出てくるのが、唾液ですね。この唾液の働きが不完全になると、ちゃんとこの消化することができなくなっちゃうので、胃腸にね、負担がかかってくる。で、そうなってくると、 え、便秘になったりとかでね、さっきも言ったんですけど、血液の汚れにつながっちゃうよっていうことなんですね。で、この噛むこと、咀嚼っていうのは、もう第一のね、消化の仕事なんだ。こっから消化始まってんだっていうことなんですよね。で、食べ物を選択して、 そしてしてっかり咀嚼する要はよく噛めば何でもいいっていうわけじゃなくて前回お話ししたこういう基準でね食べていきましょうっていうねそういう食べ物をしっかり選ぶことで選んだだけではダメで選んだものをちゃんと咀嚼して食べることっていうのが結局血液の質を決めるんだよ血液の質を決めるということは体全体の健康を決めると言っても過言ではないので食べ物をよく選んだら ちゃんと噛むこれがセットだっていうことなんですよでこの噛んでる時っていうのは要は栄養素はもちろんだけどその目に見えない活力命の力ブリルというものを分解してでそれを全身の細胞に供給してるんだっていうことなんですだからここでちゃんとね分解できないと ななんんんんだかかよくわかんないまんま飲み込んじゃうそれっていただくくねね食べ物の命に対してもすすごく失礼ですよ、ね、だからちゃんとよく噛むんだよっていうことでこれはあのンプ先生が修行された、ね、カリアッパー先生の元で見たヨガの里では噛むことに対してこのぐらいね重要視してるんだっていうので自然と噛んでる間にドロドロになってねいつの間にか飲み込んじゃったっていうぐらいまで噛みなさいよって 教えられるそうなんですよ要は何十回噛んだら飲んでいいよとかそういうことじゃない自然となくなるまでだっていうことなんですよね。でなぜそれをね言ってるかというと形があるうちはその食べ物口の中に形があるうちは まだそこに吸収するるべき活力であったり栄養素が隠れてるんだ、そういう考え方をヨガの里の人たちはしてるんだっていうことなんですよ。でそういう食べ方をしてるとどんな味気のない食べ物でも米粒一つだって本当に美味しさがわかるようにだんだん味覚が研ぎ澄まされていきますよということを教えてくださっております。でそういうい、ね、食べ方をしてると、あの 栄養不足とかね消化不良なんていうものは本当に起こさなくなってくるちょっとの食べ物で完璧なね完全な強靭な肉体を維持することができるようになってきますよそれはなぜかというとことごとくねその食べ物の栄養活力をちゃんと吸収できるようになるからですよということなんですよねでそのヨガの里の人たちっていうのは食べるときにですねよく噛むんですけどその時にまず観念観念というかまあイメージですね今 ななんんととく噛んで食べてるとかね、えー、今あの私たちって基本的にこう意識せずに噛んでたりすると思うんですけどそうじゃなくてちゃんと意識してね今この噛むことによってこの食べ物から活力をね、えー、いただいて体全身を強くするんだとかそういうちゃんとね観念を決めて、えー 食べてるんだそういうのを持ってるからちゃんと吸収されるんだっていうことなんですよ。でそういう食べ方してるとね本当に何でも命をこう保ってくれる全てがね、えー、天が与えてくれた恩恵だっていうね食べ物のいやこれは嫌いあれはいいとかそういうのはなくなってくるよっていうことなんですよね。はいというわけでここまで噛むことの重要性でしたでは2つ目のテーマいきましょうえまずねタイミングいつ食べたらいいんですか 今でしょうじゃないんですよねこれ実は、えー、本当にお腹が空いた時以外は食べちゃダメですよお腹が空いたっていうのは食欲じゃなくて空腹感だよというふうに食べたいなっていう気持ちじゃなくてあーお腹空すいたグーっていう状態ですよねこの時が食べるべき時だよということなんですよでお腹が空いてないっていうのは例えば 昨日食べ過ぎてなんか今朝はお腹空いてないな朝食いらないかなっていう時ってどういう状態かというとまあ前の日に食べたものがまだ残ってるとかそれからエネルギーが十分だから別にいらないよっていうふうにね体が要求してないそれから何かしら胃腸に故障があるで今食べ物入ってこられたらこの故障がね治す力がちょっと足りないから今やめてください。あの要は 工事中だから通行止めです状態ですよね。それのいずれかだよっていうことなんですよね。で、じゃあこの空腹とね、食欲、どう見分けたらいいんですか大体いいわかるはずなんですけど、要はこれがもう見分けがつかなくなっちゃってる人も現代人には多いよというふうにね、天狗先生このね、ご時代におっしゃってるので、今もっとかなって思うんですけれども、空腹と食欲っていうのは、 要するに絶対対欲欲求求と相対欲求なんだ、ね、これで分かったら相当天付先生ファンですよねでどういうことかっていうとえ空腹と食欲もっと簡単に言うと自然か不自然かだよっていうことなんですよね本当にお腹空いても,もうどうしても何食べたっておいしいってね感じる普段嫌いだけどこれでもおいしく感じるぐらいの時が本当の空腹 でそうじゃなくて好き嫌いが出るまだいやこれだったらいらないわっていうのは別に空腹じゃなくてそれは、えー、ただの食欲だよこういうふうにね捉えるといいよっていうことなんですよね。で、えー、その空腹食欲まあいろいろあると思うんですけれどもどうしてもその食べちゃいけないといか食べない方がいいよっていう時もあってこれは。 え急性病の時ですね慢性病とかで、ね、体力が減っちゃいけないとかっていう時ではなくて急にお腹痛くなった熱が出たとかっていう時はその治るために体の力を使わなきゃいけないから消化っていうのはものすごい、ね、エネルギー使うので無理に食べなくていいですよっていうことを教えてくださってるんですね。普通はなんかこう 風邪ひいたらちゃんと栄養つけなきゃいけないとかってねこう食べなきゃいけないって思うかもしれないんだけどそれ本当に空腹じゃなかったら食べない方がいいですよっていうことなんですね。 でそれは、まあ、の動物とか見てるとそうで動物なんか怪我したらね野生の動物は本当にご飯を食べずに水だけ飲んで過ごすとかっていうので人間だって動物だから同じように本当はしなきゃいけないんだっていうことなんですよね頭で食べるんじゃなくて体の声を聞いて食べるっていうことですねだからまあ最小限食事と食事の間っていうのは 5時間は最低空けなきゃいいいけななっていうことなんですよ。で、お腹空いてなきゃもっともっと開けてもいいし食べ過ぎたっていうんだったら、えー、丸1日抜くとかねそういう調整も必要になってくるかなというとこなんですが基本的には天風先生は、えー、1日ね2食を推奨しておりましたで3食はやっぱ食べ過ぎだよっていうことですねはいで、えー、次にですねこう食べ物の 分量とちょっと注意事項なんですけれども分量はもうすごいシンプルです。腹8分ですよと腹8分目に病なしということでね、えー、ただこの現代人というのはより注意が必要だなっていうのがテンプ先生がおっしゃってるのがその過度な味付けをしたものとかね刺激の強いものとか加工をしたものっていうのは。 どううしたって食べ過ぎちゃう傾向にあるもっと欲しいってねなっちゃう麻痺しちゃいますからねそういう傾向があるからそういうものが多い今の時代というのはよりね注意が必要で腹八分ねこれ絶対忘れないようにまあよく噛んでれば大体分かってくるかなと思いますでそれからね初注意なんですけれども 硬いものはね、できるだけ食べない方がね、消化にいいのよって思っている方も多いと思います。これは間違いだよというふうにおっしゃっております。で、硬いものというのも、なるべくね、食べるようにしないと、 唾液がちゃんと出ない唾液っていうのは消化するだけじゃなくて体のね、こう、機能を修復するとかっていう意味でもすごく重要な働きをするから、ちゃんと唾液を出せるようにね、しておかなきゃいけない。そのためにはある程度硬いものを食べる。で、そうしておかないと歯も弱くなっちゃうよっていうことで、歯もね、健康に保つためにも硬いもの、消化に悪いとかって言ってね、避けるんじゃなくて、ちゃんと噛んで食べれば大丈夫だから、えー、食べましょうということですね。 でできるだけですね食べれるものは生で食べましょうというのもお勧めしてくださっております。これはね栄養を損なわずに済むからというのでただ絶対とはおっしゃってません。要は絶対火使うなよとかではなくて食べれるんだったら生で食べた方がいいよねということですね。はいえー、ではいでですね次に 体型とまあ食事の注意事項も教えてくださっておりますのでそちらも最後お話しさせていただきますえまずですね太りすぎの方肥満の方においては、えー、現代で言われているのとほ,とほ,どほぼほぼほぼ一緒ですお酒飲みすぎダメですよ動物性のものも基本的に食べない方がいいですよなぜなら油とかねどうしても多くなっちゃうからで、えー、その 肉だけじゃなくて魚もね油の多いものイワシとかサンマとかサバとかイワシとかマグロこういったものは避けるようにしましょうねとにかく食べ過ぎちゃダメだよっていうことですね太ってる人は食べ過ぎなんだっていうことですねでそれから痩せてる人痩せすぎかなーっていう人はやっぱ炭水化物とかね脂肪分油っていうのは食べるとね、まあ、エネルギー源になるからできるだけ多く食べましょうねっていうことなんですけれども ああ、じゃあ嬉しいな、お菓子いっぱい食べていいんだ、ではないよっていうことですね。お菓子類を食べすぎるのはやっぱりダメだよということで、人参とかね、ジャガイモとかそういう芋類ですね。これは糖類が多いから、しっかりね、これよく噛んで食べると体の、ま、こう、作る材料になりやすいよと教えてくださっております。ただこれね、よく噛まないと腸で腐敗して、 腸内環境を悪くするとかっていう原因になってくるので、よく噛んで食べましょうということですね。で、それから、太ってる人でも、痩せてる人でも、果物は食べましょうということで、これはね、詳しく前回の動画見ていただければいいかなと思うんですが、できるだけ新鮮なものを選んで食べましょうということですね。ちょっと補足するなら、果物だったら何でもいいやじゃなくて、やっぱり、 日本ででれる果物原産ですねじゃあバナナどうですかって言われるとやっぱ熱帯産だったりするのでそういうものその体冷やしちゃうとかっていうのじゃなくてそのやっぱり自分の土地で育った果物が食べれるならそれが一番いいかなと思いますはいちょっと補足でしたでこれですね結構悩んでる方多いかなと思うんですけど痩せてる人で太りたいっていう人が多いんだということで そのどうしてもねこう私なんか痩せててお前太った方がいいって言われて不健康そうな感じがして嫌なんです肉付けたいんですっていう,いう方に天ン先生ねシンプルにいや大丈夫ですよという風にねおっしゃっております要はね太んなくていいよね病的じゃなければもう本当に体力なくてダメなんですとかじゃなければむしろ痩せてる人の方が太ってる人より明らかに健康なんだから あんま気にしなくていいよ。ね。長旅には痩せ馬を選べっていう言葉があるぐらいで、実は痩せてて頑丈な人、痩せ頑丈ってね、多いんだよということで、それ気にしすぎる方が問題だよということですね。はい。それでは最後3つ目のテーマ。前回、今回、通して食事について見てきました。じゃあ自分はね、ちゃんといい食事できてるかなっていうのをチェックするためのね、チェック項目、お話しさせていただきます。えまず 一つ目、動物性食品多く食べすぎてないですかちゃんと3対7の割合になってますかということ。で、二つ目、脂肪類、油多く取りすぎてないですかということ。それから三つ目、加工品多く食べすぎてないですか四つ目、刺激物多く食べすぎてないですか五つ目、 暑すぎるものとかね、冷たすぎるもの、それから熱いもの、冷たいもの、過度に取りすぎてないですかということ、これまずチェックしてみましょう。でそれから、果物や野菜ちゃんと食べてますか一日に一度は生の植物、まあ、果物、野菜、そういったものを食べてますかそして、よく噛んで食べてますかで、空腹感を感じてから食べてますか でそれから最後、機嫌よく食べてますかっていうことですね。これ、機嫌悪い、怒った状態とかってね、やっぱり消化不良を起こしやすいのでっていうことですね。なのでね、こちら、毎日自分にね、問いかけてみて、あ、違うなと思ったら、次の食事では気をつける。次の日は気をつけるとかっていうふうに、ちゃんとね、バランス取っていかなきゃダメですよ。だからこれをね、日々忘れないようにしましょうということですね。 はい、で一応、参考までにですね天風先生こういう風に捉えられていたよというので、えー、アルカリ性の食品と酸性の食品というのをね教えてくださっておりますので一応、こうやってあの上げさせてはいただきましたアルカリ性要はね血液こう綺麗な状態保ってくれるよいい状態にしてくれるよというのが、まあ、上の部分ですね。果物野菜海藻小肉緑茶コーヒーヒ えー乳,類まあ、乳,乳製品って捉えたらいいのかなでそれから、えー、芋類栗シの実かぼちゃゆりのねたけのこきのこ漬物豆類豆腐で下の赤いところが酸性に体の血液をこう変えちゃうっていうことで、えー、動物のお肉 魚介類ココアチョコレート穀物類鶏卵酒類砂糖入りのお菓子ということでこれねあの酸性かアルカリ性かだけにこだわってこう食事をしろっていうことではないですけども参考までにやっぱりね果物とか野菜とかちゃんと食べましょうぐらいでね思っておいていただけるといいかなと思います。 はい。というわけで、前回、今回で、添付先生が教えてくださる食事のお話しさせていただきました。で、次回はですね、え睡眠や運動、住居についてお話しさせていただきますえ。眠れない人はどう考えたらいいですかどうしたらいいですかそれから、運動って言って何したらいいですかで、家でね、こう、住むところ、どういうふうに気をつけたらいいですかというところを詳しくお話しさせていただきますので、ぜひ、まだの方はチャンネル登録をして、楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです。それから、コメントや高評価なんかいただけると、 すごく嬉しいで,すでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。自分の主治自分の師匠は自分ということを忘れずに健康で幸せでお過ごしください。今どんな状態にあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ。皆さんが健康で幸せでありますように今日もありがとうございました。